スズキ GSX-RR は、スズキがロードレース世界選手権のモートジッピークラスに参戦するために開発した 1000cc4 ストローク並列4気筒エンジンを持つ競技専用オートバイ。2012年から開発が行われ、2014年9月30日に GSVR の後継として正式に発表された。2020年には、ジョアン・ミルが 本マシンでモートジッピーのシリーズチャンピオンを獲得している。世界的な経済危機を理由に、鈴木は2011年シーズンをもってモートジッピーでの活動を停止した。しかし、2012年からプロトタイプのテストを各地で行った。当初メディアはそのプロトタイプを前作同様に GSVR と呼称した。2013年に、 ランディ・ドプニエと青木信アツをテストライダーとして公式テストに参加し始めた。当時のコードネームは XRH-1 であった。2014年の最終戦、バレンシアグランプリにランディ・ドプニエがワイルドカード参戦する。しかしながら12周でリタイアとなりレースの半分も走行することはなかった。マーベリック・ビニャーレスの GSX-RR。RR 2015年のカタルーニャグランプリ2014年9月30日、インター元において鈴木は2015年シーズンにアレーシエスパルガロとマーベリック・ビニャーレスを起用し、モートジッピークラスに復帰することを発表した。また、プロトタイプが GSX-RR と名付けられたことも発表した。2015年シーズン開幕前の3月6日、鈴木はモートジッピーに参戦する。 チーム名をチーム鈴木エクスターと発表した。2015年のインディアナポリスグランプリで GSX-RR はアクラポビッチ製の新型エキゾーストを装着した。2月26日、鈴木は2016年スペックの GSX-RR を公表した。新型は改良されたエンジンを搭載し、馬力は 7kW 増加、マニエッティマレリ製の駅を搭載する一方、ディメンションは 前年型から変更はなかった。チームはまた PT 鈴木インドモービルモーターのセイトリア F150 ナイアリカンニリーブランドのスポンサードを受けることとなった。前年までたメーカーに比べて技術的欠点であったギアボックスは完全シームレスシフト化され戦闘力が向上した。ビニャーレスにより第12戦イギリス GP において優勝3位表彰台3度の構想を見せた。 開発ライダーの青木の分厚によれば、開発にあたっては、初期の頃から一貫して、アクセルの開け始めから中間域の過渡特性を扱いやすくすることをテーマとしている。ストレートでのアクセル全開時間はサーキットを一周する、うちの約1割に過ぎないことから、それよりはコーナーで、ライダーが安心して、アクセルを開けられるマシンを目指しており、地味な開発を継続して進めてきた。フレームについても、 高品質低反発マットのような絶妙なシナリ感を重視している。ちなみに一時モートジッピーで流行したアルミフレームにカーボンを巻くスタイルを最初に導入したのも本マシンだが実は開発費を抑えるための苦肉の策であった。ただ結果として最適な合成バランスが見つかったことから2020年型ではカーボンは巻かれていない。現在進行中。 ありがとうございます。